第65回カンネ国際映画祭は2012年5月16日から27日まで開催された。コンペティション部門の審査委員長はイタリアの映画監督ナンニモレッティ、ある視点部門はイギリスの男優ティムロスが務める。開会及び閉会式の司会はフランスの女優ベレニス・ベジョが務める。オープニング作品はウェス・アンダーソン監督によるアメリカ映画 ムーンライズ・キングダム、クロージングは、クロード・ミレールの、トゥレーズ・デ・スケルーである。上映作品のラインナップは4月19日に発表された。映画祭の公式ポスターは、没後50周年となるマリリン・モンローが、特集されている。パルムドールは、オーストリアのミハイル・ハネケが監督した、アイ・アムールが受賞した。ハネケは2009年の、白いリボンに続いて2度目の受賞である。 コンペティション部門には以下の作品が選ばれた。修復されたプリントワールドチネマファンデーションある視点部門には以下の作品が選ばれた。4500本の応募作品のうち以下の作品が選出された。シネファンデーションでは映画学校の学生によって制作された短編映画に焦点を当てている。320学校の1700人以上の応募作品から選ばれている。 コンペティション部門の審査委員長である何モもれっィ、ありがとうございます。